ご覧の皆様、こんにちは、まいこです。よろしくお願いします。今日は自分の名前について英語で言えるようになる練習をしたいと思います。一緒にやってみましょう。OK! まず、人に会ったら、ハローって言いますよね。で、初めて会った人には、名前を聞くと思います。その時は、What's your name? What's your name? これよく聞くと思います。聞かれたら、I'm 何々。I'm Michael。もしくは、My name is Michael。どちらでも OK です。OK。で、これの覚え方で、一つお歌があります。なので、一度歌ってみたいと思います。Hello, hello, what's your name?What's your name? What's your name? Hello, hello, what's your name? My name is Michael. そう、最後の My name is Michael って言ってる文法がポイントです。あと、I'm Michael も I am Michael っていうことになります。Hello! What's your name?Michael もしくは I'm Michael OK Good job Well done よくできました。これはかなり最重要な日常会話フレーズだと思うので、これぐらいはしっかり言えるようになっていきたいと思います。ではみんなも一緒にやってみよう。 Let's